はい、楽器店に行って実際に弾かせてもらう。その時にこれいいウクレレかな、いやそうでもないのかなっていうのをどういう基準で選べばいいですかという質問をいただきましたので今回お答えします。はい、 BJ のウクレレ講座です。今回のお話はある程度の価格以上のものですね、まあ、この辺をメインにお話ししていこうと思います。当たり外れと言われるもの、自然の木で作られてるものですからあります。昔イベントやってた時にビルダーさんに作ってもらって100万円のギターなんですって持ってきてる人がいるんですね。で、そのギターを、弾かせてもらったんですが、その辺の街で売ってる5万円ぐらいのギターよりもならなかったんですよね。これはその人には言えなかったんですけど、そういうことって実際はあるんですね。じゃあその音の良さってどうやって見るかっていうところなんですけど、これは経験というところがあるんです。例えばですけど、ウクレレは弾いてないけど家でステレオのいいものとかあるじゃないですか。ああいうのでいつも音楽を聴いてます。レコードしかうちはお父さんが聴いてなかったので、そのいい環境で音楽を聴いてたっていう人であれば、その音の違いはわかりますけども、普段スマホからの音楽しか聴いてないっていう風な耳の人で、楽器もあんまり触ったことがない家で音楽を聴くっていうのもあんまりないというぐらいの感覚の人ですと、そのいい音とそうでない音の違いっていうのはわからないと思うんですよね。だからこの辺は経験値を積んでいかないとやはり、判断できないところもあると思います。さらに言うと家でいくらいい音のステレオで聞いてても、実際の生の楽器を弾いた時にこれがどうかっていう判断をつけようと思うと、まずその楽器を鳴らせるテクニックがないと無理ですよね。いくらいいウクレレでもテクニックがない人が弾くとそれなりの音しかしないです。やはりある程度弦の芯から音を出した人が弾いて、鳴るかどうかっていうところの判断もありますので、これは、やはりある程度の経験をないとダメですね。普段からいいなりのものを弾いてる人だと、パッて持ってさらっと弾いたらこれなる、ならないっていうところを判断つきやすいと思うんです。ある程度やっぱり耳も必要ですし、で耳だけではなく、こう弾いた時に手に来る振動、それからお腹にこう伝わる裏板の振動、その他いろいろあるじゃないですか。はい。で、そういうあたりから判断ってしていくんですね。だから、その辺っていうのは、やはり経験値がないとできないんです。じゃあ、経験がない人がどうやって選べばというところ、今回の動画の最後にお話ししたいと思います。まず、見た目。パッて見た時に、あ、なんかこの子いいなって思ったの。これは縁あるウクレレだと思います。BJ でもギター、買いに行った時にそれじゃないギターがパッと目についたんですね。実際は12弦ギターっていうのを買いに行ったんですけど、見たら違うものが目について、結局12弦を買わなくて帰ってきたんですよ。で、家帰っても気になる、次の日も気になる、もう一回行けって言ってもう一回楽器屋さんに行って、でその子を弾いて、持って帰ってきたということがあります。で、その子は未だにうちにあります。もう20年以上経って30年以上経ってるかな。その子のそのギターは未だにあります。そういう縁っていうのがあるんですよ。だから楽器を見た時に、あっとか、BJ がよく直感で考えるのは、パッて見た時に自分がそのウクレレを弾いてるステージのイメージとか、家で弾いてるのがなんとなくパッて頭の中に浮かんだ子っていうのは縁があると思ってるんですね。まあだからそういうのは直感で選ぶというところです。で、直感で見た時にパッいいなと思ったやつを弾かせてもらってください。下手くそだから弾かせてもらうのなんてっていうのであれば、もう通販で買ってもらってもいいと思うんですけど、でも実際にその場に行って目の前で気になった子があるんだったら弾かせてもらう。まず持った時に持ち心地というのがあります。縁のあるものって意外とネックが太くても手にスッとはまる場合があるんですよね。手の形によってピュッてくる場合があるので、そういうウクレレはもういいと思います。で、次は音ですね。音出してみて、難しいことはしなくていいんです。いつも弾いてる C のコード、 F、G7 とかって弾いただけで今持ってるウクレレとの違いがわかるじゃないですか。で、あ、なんか可愛らしい音がするな、
嫌な思いがしなければもう買いだと思います。そういう感じでご自分の直感で選んでもらうのが一番いいと思います。長々と1時間2時間引く必要はないです。見た目はピンときたけど持った時になんかなで引いた時になんか引きづらいなって思ったらちょっと考えてみてもいいと思います。はい、まあそういう感じで基準として選んでいけばいいと思います。あとは引いて引いて引き込んでいけばどんどんいい音になってくる、育っていくものでありますから、はい、いいと思いますよ。はい、ぜひ皆さんいいウクレレに出会ってですね、ウクレレライフより楽しんでいただければと思います。これは値段じゃないんですよね、5000円のウクレレでもいい音するわ、引いてて癒される、仕事のストレスが発散できる、これだったらそれが、いいウクレレなんです。その人には合ってるというところもあると思います。この辺は出会いでもありますし縁のものであります。はい、だから値段さえ積めばいいもの、まあ木目が綺麗とか、そのね高級なメーカーのものとかっていうのは値段を積めば買えますけども、果たしてそれがあなたに合ってるウクレレなのかどうなのかというところですよね。はい、まあいろいろ弾いて楽しんでいただければというところで、また別の動画でお会いしましょう。いいウクレレに出会えることを祈ってます。さようなら。